はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百軒山の実況を始めていきたいと思います。今回は5月18日より開催されている討伐特務婚宴の暴君にて歪みが登場しましたので、おすすめの攻略法を紹介および解説していきたいと思います。わかりやすくまとめて話していこうと思いますので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。最初に恒例の新人隊長へ向けての基本的な話からしていきますので、そうではない隊長は字幕に書いてある時間まで飛ばしていただければと思います。それでは続きを話していきます。始めたばかりの新人隊長は事前に歴戦の隊長をフォローしておき、同行者として使えるようにしておいていただければと思います。概要欄に歴戦の隊長のフォローの仕方について説明してある動画のリンク先を貼っておきますので、詳しくはそちらをご参照ください。簡単に討伐特務のおさらいをしていきます。討伐特務は対象になったボス、今回は歪みを名前の通り討伐していく任務となります。難易度が初級、中級、上級、超級、極級に分かれており、さらに各難易度ごとに討伐レベル、つまり敵の強さが設定されており、それらを極級を除いて上限まで上げることが目的となります。極級は基本報酬が設定されていないやり込み要素となっていますので、新人隊長は手をつけなくて大丈夫です。討伐レベルは戦闘評価によって上がり幅が異なるため、良い評価を取りながらボスを討伐していくことが目標となります。それではここから少し踏み込んだ話をしていきます。流れとしてはボスについて、おすすめの編成、闘争、技、実際の戦闘から見たボスの行動や戦闘の流れ、戦い方のポイント、おすすめの同行者の順で話していきたいと思います。まずは今回のボス歪みについてとなります。行動パターンそのものは無印の歪みと変わりありませんが、地上で歪みの足と戦ってから屋根の歪みと戦う連戦といった特殊な討伐特務になっているので、各々の行動パターンをしっかり把握しておく必要があります。歪みはクリティカルが効きづらく、水、土の属性が弱点となっているため、手持ちの闘争や水剣との相談にはなりますが、攻撃役としては完全攻撃特化の白ダメ型か、共鳴闘争込みプラス攻撃特化の属性型のどちらかを用意することが望ましいと思います。次に編成と闘争です。おすすめの編成は2通りあります。1つ目は3振りともなぎ払いタイプで固めてしまう編成です。闘争については3振りとも攻撃役として攻撃力の補正が大きい闘争を積みます。いくらダメージを受け刃こぼれしようと、規定時間内に勝つことさえできれば安定して戦闘評価の最高ランク S を取ることができます。しかしこの編成は三剣や闘争が揃っており、なぎ払いタイプでボスを倒すことができる前提の腕に自信のある隊長に限られますので、そこは注意していただければと思います。2つ目は戦闘1振り目に育成が最も進んでいる三剣、2、3番目に育成が進んでいる三剣の編成です。闘争は1振り目を攻撃役として攻撃力の補正が大きい闘争を、2、3振り目は体力底上げ役として体力の補正が大きい闘争を積みます。攻撃役としておすすめのタイプは、なぎ払いタイプを除くのであれば離れた距離から攻撃ができる遠当てタイプがおすすめです。逆に突撃タイプは後で詳しく話しますが、地形の関係で不利となってしまうことからあまりおすすめはできません。浮遊属性持ちは除きます。補足として攻撃役を属性型にするのであれば、闘争のうち一つは共鳴闘争を装備させるようにしてください。また浮遊属性を攻撃役のミスルギが持っていると地形の影響を受けず有利に立ち回れるので、余裕があれば考慮してミスルギを選んでいただけると良いかと思います。次におすすめの装備図です。歪み戦ではボス本体よりも周囲のザコマが付き、特に式同時が厄介なので、ボスとザコを同時に攻撃ができる広範囲攻撃や持続攻撃ができる装備技がおすすめです。加えて土水の弱点属性付きであればさらにおすすめできます。ザコを無視してボスを速攻で倒すのであれば、弱点属性付きの単体攻撃などもおすすめです。浮遊属性持ちが輝く討伐特務であるため、浮遊の極意裏なども役に立ちますが、それよりは攻撃技を優先すべきかと思います。次に実際の戦闘からボスの行動や戦闘の流れを解説していきます。戦闘画面に移りますのでよろしくお願いいたします。一旦失礼いたします。まずは地上ステージの歪みです。一通り行動パターンを確認していきましょう。踏みつけ攻撃となります。戦闘の始まりでのみ使用する攻撃です。攻撃後に画面を横断する壁が発生します。この壁は一定時間で消滅し、攻撃することで破壊できますが、別に破壊しなくても本体へダメージは通りますので、無視して本体へ攻撃をしてもらえたらと思います。なぎなたのえでつく攻撃となります。踏みつけ以降はこの攻撃を繰り返すだけになります。
三つ剣を狙って武器の柄でつく円形の広範囲攻撃です。赤いラインが見えたら即回避するようにすれば問題はない攻撃だと思います。はい、地上ステージの行動パターンについては以上となります。それでは屋根ステージに移動したいと思いますので一旦失礼いたします。次に屋根ステージの歪みとなりますが、行動パターンを説明する前に屋根ステージの地形について解説しておきたいと思います。屋根の上には穴が開いており、落ちると別のステージに飛ばされ強制的に雑魚戦となります。雑魚を倒しきるまで屋根ステージに戻ってこれなくなりますので、この穴に落ちないように立ち回る必要があります。穴は右下にありますが、歪みの体力が減るたびにメテオを落とし、左後ろ右上と穴が増えていくので、しっかりと穴の位置を把握しながら戦う必要があります。この穴は浮遊属性を持っている水剣は落ちないようになっています。先ほど突撃タイプが不利といった理由はこの穴にあり、動きながら攻撃をする突撃タイプとは非常に相性が悪いと言えます。それでは改めて一通り行動パターンを確認していきましょう。屋根ステージの歪みとなります。薙刀による隙攻撃となります。歪みとそこそこ距離があり、ステージの中央あたりにいるとやってくる攻撃で、円形広範囲に赤いラインが出たらこの攻撃がきます。発生まで猶予があるので慌てず穴に注意しながら避けてもらえたらと思います。薙刀の振り下ろし攻撃となります。距離は関係なくやってくる攻撃で、横広範囲に赤いラインが出たらこの攻撃がきます。発生までに猶予があるので、赤いラインが出たら上下に軸をずらすようにすれば簡単に避けることができます。穴が増えてきたら回避時に落ちないことだけは気をつけてもらえたらと思います。雷攻撃となります。距離は関係なくやってくる攻撃で、ステージ全体にランダムで円形小範囲に赤いラインが出たらこの攻撃がきます。他の攻撃に比べ発生までの時間が長く、逆にそれが攻撃の発生を見誤り被弾してしまうことがあるので、赤いラインには近づかないようにしてもらえたらと思います。拳の振り下ろし攻撃となります。歪みとの距離が近いとやってくる攻撃で、右端縦に赤いラインが出たらこの攻撃がきます。赤いラインが出てから攻撃までの発生が短く、他の攻撃に比べると避けづらいです。攻撃時に衝撃波が発生し、ダメージは受けませんが、被弾するとノックバックを受けて穴に落ちる可能性がありますので、最も注意が必要な攻撃だと思います。はい、行動パターンについては以上となります。それではメテオの方だけ確認しておこうと思いますので、少し見ていただけたらと思います。はい、まずは左後ろにメテオがまずは放たれます。そして次に右上にメテオが放たれます。これでだいぶ地上のステージの、制限されるにはされるんですが、まあそこだけ気をつけて移動していただけたらと思います。はい、以上となります。それでは元の画面に戻りたいと思いますので一旦失礼いたします。それでは次に戦い方のポイントになります。歪み戦で意識してほしいことは、1ボスの攻撃を誘発し攻撃のチャンスを作ること、2周囲の位置関係を把握しながら立ち回ること、この2点となります。2点とも屋根ステージにおける歪みとの戦いについてとなります。1つ目はステージの中央に地取り、ボスの薙刀による突き攻撃を誘発、赤いラインで攻撃の予兆が出たら一気に近づいて攻撃、そしてある程度攻撃をしたら元の位置に戻って改めて攻撃を誘発していくといった戦いの流れになります。近くに地取って攻撃をしていると攻撃の発生が早い拳の振り下ろし攻撃をやってきますので、少し攻撃をしたら戻るようにしてもらえたらと思います。拳の振り下ろし攻撃は衝撃波によるノックバックで穴に落ちる可能性が非常に高いため、できるだけこの攻撃をさせないことが目的となっています。逆にこの拳の振り下ろし攻撃を見極められる方は近くに一度って戦い、攻撃のタイミングに合わせて得意技の無敵時間を利用し避けるといった戦い方もお勧めできますので、覚えておいてもらえたらと思います。二つ目は一つ目の戦い方をしている際の注意点となります。一つ目の流れで怖いのは、誤って穴に落ちてしまうことと、ザコマがつき、特に指揮同時による攻撃です。
穴については図でドンと出しておきますので、こちらの位置を常に把握しながら移動するようにしてもらえたらと思います。ザコマガズキについては、四季道地など厄介な敵だけは先に倒しておくか、装備技などでまとめて倒しておくかすると戦いやすくなると思いますので、試していただけたらと思います。ちなみに地上ステージは行動パターンが初めの踏みつけ攻撃以外は一つしかありませんので、特別これに気をつけないといけないといったものはありません。最後におすすめの同行者ですが、私からは雨の幅切りをおすすめさせてもらいます。たとえ逃走が適当であっても、強烈な一撃を繰り出せる基礎ステータスの暴力、そして得意技で敵の動きを遅くするなどサポートまで備えているので、始めたばかりの隊長には特におすすめできるのではないかと思います。以上となります。ここからは後語りとなりますが、すっごい久しぶりに無印の歪みを見た気がします。もちろん通常任務などでは嫌になるほど見る悲願5章ではあるんですけどね。特殊な地形もあって、慣れるまではそこそこ難しいボスにはなっていますが、他の悲願5章に比べて戦いやすいオーソドックスなボスらしいボスになっていますので、始めたばかりの隊長も楽しみながら超級までクリアしてもらえたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。